準備完了。スタートしました。ほぼ揃いました。第10回ノースクリーンカップはサンケイスポーツ杯アドマイヤムーン賞 H2 競争です。先行争いですが、やや押しながら外からフレアリングローズ上がっていきました。ミスティフキッズ、内からはプリティゴールドです。さらにはアンペアも前に上がっていきまして、先段グループ固まったまま第1コーナーに入っていきました。8枠の2と内に切れ込んでいきますが、先手を取ったのはプリティゴールド、1、2コーナーの中間地点入っております。その外目追走して8枠の2頭です。フレアリングローズ、ミスチフキッズ、2頭並んで2コーナーカーブから向こう上面に出てまいりました。さあ各馬、向こう上面に出たところです。その後ろに2番のアンペア、その後ろですが少し切れた形になっています。このあたり2頭並んでアンペアの外には待ちかね追い風がつけております。その後ろ3馬身、4馬身、代打が来まして、クラキンクは中段前、クラキンクは中段前のポジションにつけております。その後ろからは8番のビューティーリオ、あるいは11番のラブリーランサムつけました。5番のモンピュア、4番の勝利だ万歳は後ろ、中段後ろ後方勢に位置しております。さあ各馬、第3コーナーカーブ手前にかかります。先頭のプリティゴールド、リードは1馬身です。2番手にフレアリングローズ、ミスティフィッツ3番手、前の3頭は後続との差を5馬身、6馬身と開いておりまして、内々を進んで2番のアンペアが追走しています。さらにその後ろ、待ちかね追い風、クラキンコ外目から上がってくる。その後ろですが、勝利だ万歳ぴったりマーク。クラキンコが現在、外目追走して上がって、その後ろぴったりマークして、勝利だ万歳、前を追います。さあ前の3頭がこれから3、4コーナーから4コーナーカーブに入って直線コースへ向かってくるところ。さあプリティゴールド、そしてフレアリングローズ、ミスティフィッツ、外から勝利だ万歳と、そしてクラキンコ、どのような足を見せてまいりましたか。さあ直線霧の中から各馬が出てまいります。横に広がっておりますが、外目から今度はクラキンコ、クラキンコ、勝利だ万歳、クラキンコと勝利だ万歳、内をついてプリティゴールド、内をついてプリティゴールド、さあクラキンコと勝利だ万歳、今度は勝利だ万歳か、勝利だ万歳ゴール連覇達成。クラキンコ2番手、1番のプリティゴールド3番手、勝利だ万歳、連覇達成です。